ては続きやっていこうと思います。あれ、もうここでセーブポイント。さあ今回はね、バネッサを追ってね、この洞窟やっていきますよ。あー、宝箱はテリオンパイセンだから取れない。どっちかな。お、敵。ちゃっちゃと行くわよ。お、新しいね。行くよ。よいしょ、お風呼び。なんかこう電気が効きそうだけど、どうなんだろう。氷柱、氷、炎か。負けません。何が効くんだろう。天下の光、輝きたまえ。さて。どうしようか。何が効く。炎、いかがでしょう。おお、カニには効かない。行くぜ。よいしょ、いけ。出直してきな、出直してきな。どっちから行こう。あ、バネサいるな。こっちだ、ルートは。ちょっとこっち側見ようか。あれ、あ、戻ってきちゃった。なんかそこまで複雑じゃないね。ただちょっとテリオン先輩がいないとわかんねえな。見づらいな。おお、風呼び。はい、敵4連チャン攻撃、えぐい。負けません。よいしょ。聖火の光、輝きたまえ。なかなか考えがいがあるね。みんなさ、なんかオクトパス買った人って、あの、こいつはいなきゃいけねえみたいな人って誰ですか？もう私もサイラス必須なんだけど。私の中で。あ、カエルくんさ、ね、アーフェンとかやるからまだいいとして。まあでもオフィリアは貴重だけど、もうサイラスいないとできないわ。まずエンカウント半減、優秀すぎるでしょ、マジで。よし、では着きました。あ！さあ、急いで青ホタルゴケを取るのよ。患者様たちがお待ちだわ。人を雇って取らせてるのか。こんな苔が大金になるの。うわー、悪いわー、悪い。まったく薬師ってボロい商売よね。よう、バネッサ、ちと聞きたいことが。お前の言ってることはまるっとお見通しだ。ふーん、鍵つけたか。意外に勘がいいわね。あんたが最初に町の人に出した薬はガボラオネマだな。わざと大量に処方したな。咳に効く薬を後で売るために。はあ、かっす。ご名答よ。私は各地を旅しながら薬師として稼がせてもらってる。みんな病気や薬には無知だもん。欺くなんてちょろいものよ。まあでも確かにな、知らないことだからな。あなたみたいな同業者を除いてね。病から人を守るのが薬師じゃなかったのかよ。覚えておきなさい。信用できるのはお金だけ。今だとさ、なんか SNS とかね、発達してるからさ、大きな家、すぐに情報が集まるけど。うまいお酒望んで何が悪いの。勝手に望めよ。ただし人を騙したりしねえでな。そうそう、薬を道具に使って人の弱みにつけ込むなんて許せねえ。うん、
苦しむ人のために薬を作るのが薬師だろうが。へえ、そう。病人なんて飼い猫みたいなものよ。は？お金を運んでくれるかわいい猫ちゃん。餌やらなきゃ弱って死ぬだけ。どう扱おうが勝手でしょ。救えねえなあんた。治す薬が思い当たらねえ。そやな、性格を治す薬っていうのがあればいいんだかな。お気に召さないよ。うん、初めて女ボスか。じゃあどうする？死ぬ？面倒が起きた時のために保険も雇ってあるの。あなた邪魔だわ。おとなしく帰りそうもないし。はあ。帰ったとしても口を閉じてなさそうだしね。まあ、知ってしまったからな。帰る気も口閉じる気もねえな。その代わり、その苔で薬作って町の人を治してやる。薬師の誇りにかけてな。あら、じゃあここで死んでよ。ケチくさい正義感とさ。おい、ということでボス戦です。お、バネ、あ、いや、バネッサ綺麗じゃん。美人さんじゃない？なんかね、マルティナをちょっと柔らかくした感じっていうかさ、え、普通に綺麗なんだけど。さて、綺麗なお姉さん大好きです。普通に美人さんじゃねえか。どうだろう、風は効かない。ちょ、バネッサたん、ちょっとこれで性格良ければもう嫁候補だったよね、アーフェンの。え、何が効くのこいつ。それでは光はどう？あ、光か。行きましょう。なるほど。よいしょ。聖火の光、輝きたまえ。さあ、どうする？どうしよう、ビッピパサー。よろしくね。サイラ先生に。なかなか考えがいが。あともう一個調べるか。さて、こいつは探らせ。あ、あと氷ね。はい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 、氷。猛毒薬。わお、わお、わお。さてと、こらこらこりゃこりゃ、やめなされやめなされ。劇物、薬の素材、毒でいいかな。あ、よし。食らえません。やばいやばい。氷乱よ、巻き起これ。ちょ、とりあえずブレイクさせたいな。増強薬、バフ、いくよ。バフをかけていく。あ、弓あるやん。弓上がってきな。よいしょ。アーフェン、あれやな、回復に回ってもらおうか。ブドウの樹液、ほらよ。負けません。よし、あれ一人ブレイク。輝きたまえ。なに、よしよし、大丈夫大丈夫ね。意味なってるね。オッケー、ホイブレイク。なかなか考えがいがあるね。あ、びっくりした、びっくりした。なんかコマンド出てこないから焦ったんだけど。はい、よし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 。手下やりからので、バネッサ無防備。バネッサ何が効くんだろうな。あ、でも斧は通る感じ。おお、なるほど。よいしょ、ほい。ジタバタする。ちょっと可愛いんだけど。風呼び。ちょっと待って、弱点見たいわ。調べます。さて、
探らせてもらうよ。サイラ先生、今回はちょっとどうだ、いまいちか。負けません。まだ大丈夫か。ほい。傷を癒したまえ。スミヤくん、キャー！これは。ソネム。こらこらこりゃこりゃ、やめなされ、やめなやめなさい、よかった、買っといて。これを。状態回復系。よかったよかった。はい。よし、これでブレイクするな。さてと。はい。せい。ちょっとサイラ先生調べてもらおう。はい。探らせて。あ、炎聞く、よかった。いけるもん、いけるいける。さて。よし、行くぞ。はい。火炎よ、焼き尽くせ。はい。よし。どうしようかな、ピピパサーでもいいけど、パサーしとくか。よろしくね。よし。さて、やるぜ。ライン切断。お、もう黄色じゃん。ここまで強ないな。行きましょう。行きます。これなんだったっけ。これちょっとサイラ先生に。エルフリックよ。お、連続化した。よし。あ、アーフェンの方が良かったかな、連続化するの。よいしょ。よし。火炎よ、焼き尽くせ。あー、魔法にはやっぱ適用されないのか。あ、あ、来た。強っ。ナイス。強いんだけど。おー、大切なこれ使うべきですね。おー、さすがオフィリア。あ、まだ使えない。よいしょ。ちょっとその間に回復 しようかな。ナイス。さて、集中して。よし、これは使わないともったいねえな。ブーンブーン。よし、倒した。お疲れ様でした。やったぜ。奥義強いな。クソ、負けるなんて。ここまでだな。青ホタル動きは取らせてもらう。あんたにしっかり罪を償ってもらうぜ。仕方ないわね、負けたんだから。へ、隙を見つけて逃げようとしてんな。俺もそこまで甘くねえよ。さて、あんたには俺のとっておきをお見舞いしてやる。それへへ、やっぱご存知か、バネッサ先生。こいつはシトゲソウ、強い催眠効果がある頭部の植物だ。こいつのトゲは効くぜ。目覚めた頃には牢屋の中かな。あ、容赦ないね。しっかりな。入るとこ入って反省しな。もう二度と被害者は出さねえようにな。あんた。どれ、やっとおとなしくなったか。さて、青ホタルゴケを採取してと。あ、バネッサ可愛かったな。よし、よし、急いで帰らねえとな。エリンの家。どうだい、落ち着いたか、フリー。うん、うん。まあ、フリーの咳が止まった。もう苦しくないよ。そりゃよかった。あんた
命の恩人だなんてお礼したらいいか。え？あ、お代はいらねえよ。苔ただで手に入ったしな。あんたこそが本物の薬師さんだったんだね。すまなかったよ、最初に会った時ひどい扱いしちまって。いや気にすんな、不倫が良くなりゃ何でもいい。あん、イケメン、ありがとう。ありがとう、アーフェン。あ、不倫もあれじゃない、薬師目指すとか言いそうだな。まあ、大輪と貝殻集められるよ。へへ、いいってことよ。よっしゃ、じゃあ俺はその辺の家にも薬配ってくるわ。これでこの港町も元気になるかな。俺はまた旅に出るぜ。ああ、結婚して私も連れてって。じゃあ邪魔したな。ありがとう。さて次はどこに行くかな。後ろになんか隠れてるんですが、かわいい。薬を待ってる人がどこかにいるはずだ。あの、どんどん迫ってきてるんですが。あ、ちっちゃい子にモテそうだな。エリン、フリン。なんだ、びっくりすると思ったのに。フリン、お前もう大丈夫なのかよ。おかげさまでね。うん？二人とも泥だらけじゃねえか。はい、これあげる。お、貝殻じゃねえか。しかもこんなに。お姉ちゃんと二人で集めたの。ありがとう、アーフェン。元気でね。お前ら頑張ったよ、アーフェン。貧乏だから。そのくらいあれば足りる？ああ、当分はな。悪いな、気使わしまってよ。じゃ、母ちゃんと仲良くな。あ、アーフェン泣いてる。大人なのに。大人なのに。大人だって泣きたい時もあんだよ。嬉しいよな、こういうのがやりがいになるもんね、お仕事。じゃあな、風邪ひくんじゃねえぞ。じゃあな。じゃあな。結局エリも泣くのね。少しはあんたに近づけたかな。なあ、恩人さんよ。かくしてアーフェンはゴールドショアを後にした。自らの薬と勇気でこの港町を病から救ったアーフェン、その胸には薬師としての自信が生まれつつあった。次はリバーランド地方セントブリッジへ向かうとしよう。アーフェンの旅は続く。あ、セントブリッジってあれか、オフィリアが第2章で行ったところですな。あ、パーティーチャート見ます。アーフェンさん、本当にありがとうございます。うん、何の礼だ。フリンちゃん直してくれたことです。何言ってんだよオフィリア、苦しんでる人を助けるのは当たり前のことだろう。それあなたの優しさです。特別なことですよ。おいおいおいしてくれ、そんな風に言われるとかゆくなっちまう。え、褒められるとどうも尻のあたりがな。そうですか、あまり邪魔しないようにします。いや、邪魔じゃねえけど、あー、かゆ。
なんだ。じゃあ次で最後だな。第2章最後。また遠いんだよね。ビクターフォローだっけ？ちょっと待ってよ。ここ、オルベリク編やっていこうと思うんですが、どこから行こうかね。ビクターフォローは、どこは近いかな？スティルスノーから行けるかい？よし、じゃあちょっとスティルスノーから行きましょうかね。あ、と言いながらも結構もういい時間ですね。じゃあ今回ここで終わりにしておこうかなと思います。はい。で、次回にちょっとビクターフォロー入るところからやっていこうかな。ちょっと進めておきますね。ここからね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。